けてきてる。はい、ちょうどいいですね。あ、いいね、いいね。ファーストディップ、チュビちゃんいく？いちごいきます。いちごなんや。やっぱいちごやな、はい、やっぱりいちごでしょ、見た目が。いちごが選ばれました。はい、うまそう。全部にかけたけど、おしゃれでしょ、半分の方が。おしゃれ、わかる。じゃあ、いってきますまたやいってらっしゃい。うーん、うーん、服が破ける。うまい。いや、絶対うまいやろ。うん、うん、うまい。いや、うまいやろな。うまい。どうぞ、どうぞ、ビビどうぞ。お、ビビはどれいくかな。もうちょっとこっちに。ファーストいきます。もっとこっちに。ファーストディップ、ファーストディップはイチゴだ。今出てるから気をつけて、ここ。え、迷わずイチゴに行った。そしてグリッとチョコをつけて。あ、うわあ。もっとちょっと刺さないと。そうやね。さあ、イチゴがもう苦しそうだ。息継ぎができない。浸水してる。はい。やっぱ取りにくい。いや、もう向き、向き刺せばいいじゃん。そうやな。垂れちゃうんじゃない？いきます。あ、もう上、上迎えに行く。食べた瞬間、うん、うまっ。めっちゃうまいよね。めっちゃうまいよな。うまっ。なんとセカンドディップもイチゴだ。だってめっちゃうまいんだもん。服が破けた。イチゴ三連ちゃん、すぐなくなっちゃうかもな。あんー、うんー、うんー、うん、さっきめっちゃ憎くて腹いっぱいってなってたのに、うん、じゃあパパも行こうかな、うん、何行くでしょう。めっちゃ火入れる。キウイ、パパのファースト、うん、パパディップ、パン、キウイでしょ。先にパン行きます。パンや、パン。正解はイチゴ。空気、チョコ、スフォンデュ。チョコだけで行きやがった。空気でした。あれ、そういうこと。正解。ママ正解。エアディップでした。カバくんな、これ一番いきます。スルーされる。絶対うまいやろ、これ、うん、めっちゃうまない、いちご。めちゃくちゃうまい。いちごめっちゃうまない。めっちゃうまい、うん、超足りんのちゃう思った。2個ぐらいやればよかったなって。2枚、2枚やんなかったんだ。 1.5 枚な。いちごとチョコさ、そう、こうじゃん。あ、うまっ。めっちゃうまい。バーン。チョコって焦げる？直火だから焦げるよ。俺、いちごだけで行ってみるわ。直火だから。なんだよそれ。それ行ってみなくても知ってるやろ。ていうか、バナナもうまっ。バナナ、そらうまい。ちょっとキウイを何もつけずに行ってみるわ。いや、知ってるやろ、それ。手が怖い。動物やん。え、怖ない？動物やんか。燃えたら怖いね。うまいね。チョコフォンデュってめっちゃうまいな。うまっ。うまっ。キウイ残ってるやん。そう。でもそれ以上にパンよ。いや、ほんとだ。マシうまい。嫌な予感はしとってんち。イチゴがおったからさ。うわ、イチゴおるやん。バナナもけるの、うん、キウイよな、相性的に。キウイがちょっとな、うん、すいませんって感じかもしれない。うわ、イチゴおるやん、バナナ。色で選んでません。俺のパパ、色で選んでませんって。じゃあ、なんか殴られた人みたいになってるで。に見て、パパ。殴られた人。あ、どういうこと。口から血流してる人。殴られた、口切れとる。竹道みたいな。綺麗にこう描いたみたいに垂れてるよね。喋る人形みたいになってる。片方やけどな。腹話術の人形みたいになってる。両方やったらね。見て、なんか3人背中合わせになってかっこよくない？ね、背中合わせ戦ってる。なんか見て戦ってるやん。そう、なんかほら敵に囲まれて。
背中合わせになって、うん、かっこいいやん、うん、お互いがお互いの背中を守って、うん、そうね信用してるよね、うん、サルトとサスケとサクラいつだって一緒だぜって、うん、そうやなスリーマンセルスリーマンセルやなそれだけですごい話広がる何やかんやでパンも食えちゃう、うん、そうだねさっきもあんな腹いっぱいやったって言うてたのにな、うん、チョコフォンデュってうまいねねうまいねなんかいいやんおしゃれなおしゃれだよねうんおしゃれちょっといちごの形ハートっぽくてなんかいいほんでやどうぞこれちょっとパンもいいチョコ焦げてきたからいやいいやんあちょっと怖いなんかスペシャルのやつ最後できたね、うん、チョコフォンデュうまいうまいうまいねちょっとびっくりしたうまい想像より美味しかったそうやなあれなんか今年の抱負とか言ってたのそうなんです忘れてましたうますぎてあ、ほんまや忘れてたのそうなんでもうますぎてもうチョコフォンデュ食べじゃあそうですね最後にお互いそれぞれ今年ね、はい、うん、今年の目標2023年もう2月になっちゃいましたがちょっと一人ずつ発表していきましょうかはいはいじゃあビビからどうぞああはいうん抱負うん目標ああそうだよなまあ今年も漫画をいっぱい買いたいと思います買う書いて買いたいと思うそうだね読みたい漫画いっぱいあるから、ね、うんミビアのねパパとママの原稿のお手伝いしてそうそうそう稼いでるアシスタント代ねもらってるからねそう自分で働いてそうでそのお金で本か漫画買ってんのよなそうまだまだ欲しい漫画あるんでねそうかそうか買いたいですね次何買いたいの職人の祖母あ全巻買うから36巻すごい出てんな筋肉マンと同じ関数やんなえ、そうなの、うん、え、もっと出てない昔の漫画そんぐらいあれそううんそうかじゃあちょびちゃんの今年の目標抱負お願いしますはい前半は、うん、今の仕事を、うん頑張ります。そうだね。はい。3月から配信が開始されますね。はい。小説が原作で、うん、僕がそれをネームに起こして、でちびちゃんが作画してる連載のお仕事ですね。はい、そうです。それが終わったら、今年の後半、うん、今年の夏までそれやるからね。そうですね。後半は自分の漫画描きます。ほう。うんうん、どんな漫画？言いますよ。内緒？ラブコメやね。ラブコメ。ラブコメ。ツイッター漫画かもしれないけどね。あ、いいや、うん。そうね。はい。チーカーみたいになったらいいね。ですね。頑張ります。うん。頑張りましょう。はい。パパはどうですか？一応食べたいです。僕は、はい、ちびちゃんと一緒にやってるお仕事が、まあ、今年の夏までやるんで、うんはい、それやりつつあとは現代ビジネスで連載してるまねこさんですね、うんうん、これの続きをまた書いていってで本が出せたらいいなと思ってます、はい、単行本ですねですね、うんでプラスこの YouTube もまた頑張って、うん、ちょっとお絵描き動画からリニューアルしてうんうん、うん、ご飯チャンネルしたんですけどお絵描きチャンネルやったら、ね、そうそうだいぶジャンル変わったで、うん、みんなでご飯食べてる様子をこう動画にしていこうかなと、うん、そのちょっとね、はい、Vlog 系の感じにしていきますいいやろいい、うん、そうそれをまあ上げてYouTube も上げていきつつ、はい、で自分のオリジナルのいいね、うん、もう一回少年誌挑戦したいなと思ってるんでバトル漫画マジで
ちょっとよろしく、ね、マジでやってやそうそう、ミミと一緒にねこう、そうそうそう話してね、うん、そうそうそう構想を練ってるから、うん、ちょっとアニメ化するようなはい、うん、やっぱやりたいなと思ってますね、うん、今年その読み切りが、そうやね、できたらいい、うん、頑張るんですよ、うん、まあ、そんな感じでね、ちょっと遅くなりましたが、また、皆さんよろしくお願いしますということで、はい、はい、じゃあチョコフォンデュ美味しかったです。美味しかったです。美味しかったです。じゃあ今年も頑張りましょう。はい、はい、これやる、これいや、誰もやってない。